どうもお理論売借ご視聴いただきましてありがとうございますタモンズ阿部でございますいやー強いですねどうしたんでしょうかねいや,いやいやいや2試合連続完封勝利ということでね本当にどうしてこうもうまく 回るんでしょうかね何から何までうまいこといきますねしかしねうんいやーこんな強いオリックス見たことないよねほんとねうんこれはもしかしたら2014年を超えてるかもしれませんよこの強さあー2014年のあのペーニャが打ちまくってた時のオリックスよりも強いかもしれませんよ今のオリックスは いやいいですねいやー、ありがたいですね酒がうまいですからね毎日毎日本当にねもうねほんと酒が進んでしょうがないんですけどもえー、というわけで今日はねマスイ投手のねあの先発マスイさんのねあのオリックス初先発勝利ということでね えー、今日は全国のオリックスファン1億5千万人のオリックスファンの皆様、えー、グラスの用意はよろしいでしょうか、えー、オリックスの勝利3連勝そして、えー、増井投手の、えー、オリックス初勝利に祝しまして乾杯は、うん、<laughs> うまい。<laughs> うまいねえほんとねうんいや増井さんほんと申し訳ありませんねほんとね私はほんと増井さんがね、うん、リリーフ時代はちょっと何かとねんともう不適切なね、うん、言動をちょっと、ま、してしまった記憶があるんですけどもすいませんもう増井さんグッズを買うので許してくださいというねことでほんとねいやーしかしね あのさすがでしたね、増井先生はね。うん。いや、だってね、ファーボールでね、いきなりでね、うんあららと思いましたけども、やっぱね、先発の増井さんっていうのは、あれですわね、やっぱ安定感がありますわね。うん、試合作りますね、ほんとね。うん。2安だということでね、うん。いやー。 ナイスピッチングでございましたヒーローインタビューもね、嬉しいじゃないですか。増井さんがね、京セラドームのお立ち台に立ってるってね、もうほんとね、嬉しいよねう、オリックスにね、ほんと来てよかったとね、思ってくれたらね、もうほんとよかったね、もう、うーん、ほんとね、涙ちょちょぎれそうです、ほんとね、もう、うん。 よかったよかった。った私の言動はもうね、もう水に流していただいて、すいませんね、ほんとね、もう謝りますというわけでね。うん、さあ、ええー、そしてですね、今日はあの、ね、ロドリゲス、うん、ね、今日は左の、ね、えー、浜谷く君ということで、えー、まあまあティーとかね、うん、まあその辺はね、ちょっとまあお休みということで、うん、いやー、しかしね、 ロドリゲス、左に強いですね、ほんとね。うん、やっぱ、左投手はね、やっぱ、ロドリゲスの天敵になってます。あのー、アウトローからストンとね、えー、落ちるやつ、あれがないからね、やっぱね、基本、こう、向かってくるね、球に関しては、強いですわね、ほんと、ロドリゲスちゃん、ね。いや、今日もね、見ましたか、あの、ね。 アウトハイのねあんな球レフト戦に持って行きますかもうめちゃくちゃですけどねやってることがほんとうんもう恐ろしいですね、うん、意味が分かりませんなんであの球がレフト線に転がるのかがちょっともう意味が分かりませんねうん私が見てきた高校野球ではあんなの見たことないです、うん、いやーしかしね すごいですわね。うん。やっぱ左の時はね、ロドリゲスちゃん、頼りになりますわね。うん。まあそしてね、今日はね、すごかったね。あの、うん、あのラオのね、セカンドゴロとね、うん、あの、正隆のね、あのー、あれね、スパンジェンンジェンバーグのミスはね、こうついたね、あの、うん、犠牲フライね。うん。まるで チームの点の取り方ですよ、あれは。うん、あんなのね、今までオリックスや,らんやってなかったやつやもんね、うん転がして点取るとかさ、うんすかさず犠牲フライとかさ、うんいやー、すごいね、変われば変わるもんですね、ほんとね。うん いやーおみそおりしましたオリックスねーほんと強い「疎通がない」ねえオリックスからこの「疎通がない」なんていう言葉がねこう出てきますかほんとねえ同じシーズンですよほんとねーうーん荒削りも荒削りの野球やってましたけどねーオリックスっつったらねーうーんいやー不思議ですねーほんとうん なんでこれ最初からやらんかったんやろかねほんとねもうそれだけがね悔やまれますわねほんとね、うん、不思議不思議ちゃんですねほんとさそして、えー、今日は出ましたジョーンズ11号ソロということでねバカでかいの出していただきましたねいやまあ 軽くね飛んできますわねジョーンズの打球はねあすごいねあああのち、ー、うどねマーサータカさんがあのー、犠牲フライでねうん点取ってうんランナーおらんになったからちょっとジョンズさん一発お願いしますよっていうところでね、うん ものの見事に売ってくれましたね、ほんと。うーん、すごいねあー。うまいこといくね。何から何まで。ホームラン打たんかなーと思ったらホームラン打つんやからね。おかしなことやってますわ、俺くそ。不思議ちゃん。ほんとね。うどういうことでしょうか、ほんとね。さあ、そして、まあね、最後も、これ、あだっちゃんもね。 3番荒っちゃん、もうね、なんとなく定着しつつありますけどもね、3番荒っちゃん、仕事きっちりということでね、うん、ダメ押しのね、もう、タイムリー、ねえ、うんまあ、スパンジェンバーグのね、うん、あの、エラー・サソちゃんも荒っちゃんでしたしね、うん、今日はチャンスメイクにね、ね、えー、ダメ押しタイムリーにね、ほんと、さすがでございます、ね。うん 若手のね、多いチームにおいてね、うん、しっかりとね、こう、チームをね、引っ張っていただいておると、えー、思いますね、ほんと。うん。あらっちゃん、ね、お体気をつけてね、うん。来年もバリバリでお願いしますということで、うん。さあ、そして、おちゃんね、リリーフ陣もね、もう素晴らしかったですね、ほんとね。うーん。まあちょっと吉田く君がね、 ファーボールポンポンと出しちゃいまして、あら大丈夫っていうところでね、まあ、そこも山田先輩、山田先輩登場いたしましてね、うん、ちゃんと後輩のケツをね、拭いてくれまして、うん、すごいですね、うん、ありがとうございます、うん、いやさすがの山田先生ということでね、うん、いやーかった良かったね、うん、 まあな、あのー、吉田亮もね、うん、安定してくれてますからね、うん。まあたまにはね、フォアボールポンポンもあるでしょう、うん。まあね、うん。まあその後のね、えー、富山君ももう素晴らしいピッチングでね、漆原君も素晴らしい、ね、ほんと。リ江夫人もちゃんとゼロに抑えていただいてね、もう2戦連続完封勝利ですよ、ね、ほんと。 うんまあ、西武打線さんがちょっと今ねあのなかなかあの湿り気味なもんでね、うん、そこをねやっぱちゃんとねついたようなね、えー、素晴らしい試合展開でございましたねほんと。うん、いやーこれで9月が勝ち越しですかね13勝11敗2分けですか。うん いやーね、コメントにもございましたけども、もっと勝ってる気はするんですけどね。うん、もうさ、さ私の中ではもうね、うん、一夏ずーっとかき勝ち続けてたぐらいの感覚ですけどもね。うん、勝ち出したん最近なんやね、ほ、ねうんとね。感覚がバグってますね、ほんとね。うん 普段,勝て普段ね負けてばっかなもんやから勝ち出すとねもうずっと余韻をねこう保てますわねオリックスのファンやってるとうんずっと勝ってる感覚やけどな他の球団さんの,、ね、あのファンの方はうんどうなんでしょうね。う <laughs> やっぱオリックスファンやからこういう,こう,いう感じ方をするんでしょうかねちょっと連勝街道に乗り出したらもうもう一生分勝ってる気持ちしますけどねほんとうんいやー嬉しいですねしかしねうんいやーこれでまたこのカードも勝ち越しですか5カード連続勝ち越しですよほんとどないなってんのよもうねほんとね ねえこのままあの残り残り全部カード勝ち越ししたら優勝にしてくれんかね NPB さん後半戦はオリックスが強すぎましたからもうオリックス優勝でって言うてくれませんかねうーん負けすぎたね前半はねうーんまあまあね まあまあ、しかし来年が楽しみじゃないですかね。ほんと。うん。ね。というわけでね、しっかり明日も買って、ね、西武さんに、えー、三立てと行きたいところですね。うん。田島くんということで、一日お休み多めにもろった田島くんということでね、うん、期待いたしましょう。というわけで、折、えー、の晩酌でございました。さよならー。飲みすぎんなよー。